皆さん、こんにちは。潜在意識タロットリーディングの運勢ももよです。いつもご視聴いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録、コメントなども励みになっております。ありがとうございます。では、本日は、天秤座満月あなたに来ているメッセージ届けていきたいと思います。まずは選択肢。これね、この間ポチッとして届いたウィズダムオラクルカードです。はい。 今日はこの新しいウィズダムオラクルを使って選択肢を選んでいただきたいと思います。この状態で A、B、C 選んでみていただいても結構です。これからカードをオープンするのでカードの絵柄を見て選んでいただいても結構です。それではカードをオープンします。A、B、 C それぞれ対照的なカードですねはいこちらからお選びくださいまずは A のカードをメッセージインナーボトル選んでいただいた方リーディングを始めていきたいと思いますまずは現状ですね A さんの現状 二枚出しましょうか。おー。おーすごい。ジャンピングしました。こちら。タワーのカードと、星のカード。すごく対照的なカードが出ましたね。タワー逆一と星のカード。現状で、 えー、あなたにちょっと何かが起きている、衝撃的な出来事が起きているっていうような、まだ起きてない方は、もうすぐそれが起きるような状況になっていくのかなって思います。でもそれは、決して悪いことではなく、あなたの願望実現。 夢につながっていることだよって言われてます。衝撃的な出来事、予想外の出来事、え、こんなこと起きちゃうのっていうことは、あなたの夢につながっています。面白い。面白い、面白い。そう、一見ね、ネガティブな出来事も、え、これがあったから、このことがあったから私は幸せになれたっていうことを、私も、 今までいっぱいあります。そんなことが起きるのかなって思います。では本題。天秤座満月に起こること。こちら1枚飛びました。そしてもう1枚。そしてもう1枚。3枚で見ていきますね。オープン。ペンタクルのページ。そしてザ・ハーミット、インジ者のカードと運命の輪が逆ですね。 天秤座満月に起こること。何か、退屈な毎日、平凡な毎日だった中から、一つ見つけることができるんじゃないかなって思います。何か新しいことを見つけられるんじゃないかなって思います。そして、今まで引きこもりだった。うん。家で作業してたり、家庭の中にいたりしていた人が、ここから、この天秤座満月をきっかけに、 外の世界に出ていくんじゃないかなって思います。それが、運命を変えるターニングポイント。うん。人生の切り替わりの時に入ってくるような、そんなカードが出てますね。はい。では、詳細見ていきましょう。ルノルマンで。エサに詳細。3枚ください。 はい。では、オープン。鳥、百合、木。樹木の木ですね。えっと、百合が出てるので、あまりこう、大やけじゃないんですけれどもこう、クローズな世界のコミュニケーション、集まり、サークルだって言われてます。うん。なので、こう、大人数がいるような場所ではなく、少人数の コミュニケーションの場所だって言われてますね。そこで、あなたが、まあ、成長していくそういうようなフェーズに来ていますね。もうちょっと、補足いただいていきます。この、天秤座満月に、補足ください。はい。じゃあ、オープン。 おー、いいですね。いいカード出ました。船、には豊かさのカード。魚ですね。えっ、ー、と、やっぱりね、サークル、うん、そういう少人数の集まりの中に、あなたが飛び込んでいくよって言われてます。そして、そのサークルに入ることで、豊かさがやってくるって言われてますね。豊かさって、 ま、金銭的な面もそうだし、感情的うん。心が豊かになるっていうことも言われています。へえ、いいじゃないですか。じゃあ一枚、アニマルスピリットさんから、この、天秤座満月 A さんにメッセージをいただきます。はい、出ました。こちら。オープン バッファローのスピリット、ほう、10番。ね、10番出たので4月10日あたりまで、この天秤座満月から4月10日あたりまで、ね、このエネルギーが続きますね。宇宙の豊かさを受け取りましょうって言われてます。ああ、ね。現状でもう星のカード、 夢実現のカードが出てるし、豊かさも受け取っちゃってください。そう、受け取る許可もね、許可も出してくださいね。自分に許可を出す。では最後、お選びいただきました、このカード。A のカードは、メッセージインナボトルです。15番なので、4月15もいいですね。このメッセージインナボトルは、やっぱりコミュニケーションが大事って言われてますね。コミュニケーションが大事。 コミュニケーションのカードいっぱい出てるんですよ。この鳥も、ここも鳥だしね。これは、白鷺かなね、こっちはなんかハートな感じがするけど。うん、コミュニケーションのカードいっぱい出てて、これ、鬼はガーデンもそういうサークルコミュニティだし、何かこの時期 A さんにやってきたお話例えばこのサークル入ってみないとか、勉強会行ってみないとか、習い事しようかとか、そういうふうなお誘いがあったら、 ぜひやってみるべきだって言われてますね。はい。新しい人間関係もできて、それが豊かさに繋がっていくよって言われています。素敵な天秤座満月をお過ごしください。以上で A さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。続いて B。ロイヤルハート。このカードをお選びいただいた。 B さんですねリーディング始めていいいきたいと思いま,すまずは現状から。現状2枚ですね。2枚出していきます。オープンほいカップのキングとペンタクル7。どちらも逆位置で出ました。カップのキングさんは、 今何かいろいろ選択肢がありすぎて選べないっていう状況になってるのかなって思います。いろいろやりたいことがあるように思いますね。逆にあれもやらなきゃ、これもやらなきゃっていう、そういう場面に来てるのかもしれませんね。うん。そして、ペンタクルの7は、 収穫まで待つっていうカードなんですよ。成長するまで待ってるんだけど、逆位置で出てるので、収穫の時期が来たって出てますね。なので、これが2枚出てるってことは、あれもしたい、これもしたいって思ってるんだけど、刈り取る時期は来てるんだから、刈り取らなきゃいけないんですよ。今。まさに行動の時って言われてます。では、 B さんに、天秤座満月。怒ること。はい。オープンしていきます。オープンほー。わあ、すごい、すごい。強いね。ワンドの6逆。正義、ジャスティスのカード。逆。そして、マジシャンが出てます。ダイヤルかな、2枚。強いですね。 B さん。強い。でワンドの6は、間もなく、外戦パレードができる。勝利のカード。間もなく勝利がやってくるって言われてます。そして、それは、A か B か選ばなきゃいけないんですよね。A か B か選ぶ時が来るって言われてます。その選ぶことで、選択することで勝利がやってくるんですね。勝利がやってきて、そして始まっていくよ。マジシャンなので。 一番のカード。始まっていくよって言われてます。何が始まっていくんだろうちょっと、見ていきたいと思いますね。何が始まっていくのか。はい、オープン。お、いいなぁ。おー。えー、女の子と女性に、 囲まれててる指輪っていう感じなんですけど女性ですねあ親子とも取れるか母と子母と子の結びつきを強くするためね親子の何か約束みたいな絆絆とも取れるね親子の絆、えー、例えばそういった親子の居場所だったり 不登校とかで悩まれてるお母さん、ママさんと子供さんの居場所を作ったりとかね。そういうことなのかな。もうちょっと聞いていきましょう。なんか、ママと子を守るためな感じがするよね。オープン。か庭、道ですね。うん。これ、絵の通りだと、絵の通り受け取ると、 実際のお花をね、刈り取るような場所を作っていく、うん。例えばさっきの親子の居場所で、本当に花壇を作るとかね。あとはまあ庭だからサークル。 サークルを作っていく。さっきの親子の居場所のようなサークルを作っていくとか。そういうことなのかなこれ,これ本当一部の人の感じのリーディングなので、当てはまらないっていう方は A さんとか C さんとか別の選択肢を選びいただいても結構です。アニマルオラクルからも1枚いただいていきましょう。アニマルオラクル。はい。オープン。 スネーク出ましたね。55番。ヘビのカード。これね、55なので、やっぱ B さん変化の時を迎えてますね。5は変化のカード。変化の数字なんですよ。まあ、春ですし、3月年度末ですので、何かそういった変化の時期を迎えてるのかなって思います。そして、タイムトゥヒールなので、癒しの時間を取ってくださいって言われてます。 もしくは、このサークルとか居場所を作ることによって、お相手様 ?B さんが、お相手さんに癒しの時間をプレゼントしてくれるのかなって思います。なるほど。では最後、お選びいただいたウィズダムオラクル35番。 ロイヤルハート。これはね、なんかね、この、フクロウだかミミズクなんだけど、二つのパートナーシップとも言われていますよね。B さんが誰かとパートナーシップを築く。そしてハートになる。これは、ラブだけじゃなくても、ビジネスパートナーでもそうなんですけど、そういったことが言われてるのかなって思います。あとは、この額面通りだと、忠誠心なんですよね。自分に嘘をつかない。 相手にも嘘をつかないっていうことが大事かなって思います。はい。素敵な天秤座満月をお過ごしください。以上で B さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。はい。それでは C さんのこのカードをお選びいただきました。C さん。リーディングを始めていきたいと思います。まずは現状ですね。現状のカード。 オープンザ・エンペラー <laughs>、そしてソードの7、正位置でガツンと出ました。うわーすごいね、強い。C さん強い。今、すごく自信満々なんじゃないかなって思います。何か、 達成できたり、仕事が終わったり、満足してるんじゃないかなって思います。ああ、よかったーってね。そして、周りに認められて、〇〇ちゃんすごいね。やったね。おめでとう。みたいな。そういう祝福もされてるんじゃないかなって思います。ね。そして、ソードの7ですよ。これ、ずる賢いカードって言われてるんですけど、 自分ばっかりいいじゃんっていうカードなんです。結構、ここ数日間、C さんの中で、VIP 待遇でいい扱いをされてるんじゃないかなって思います。私ばっかりこれしちゃっていいのみたいな。そういう優遇される出来事が起きてたんじゃないかなって思います。いいですね。いい。では、天秤座満月に、 怒ること。c さんに怒ること。3枚出していきますね。オープンほー、ソードが多い。ソードの2、カップの7逆、ソードのナイトあのね、これはどちらも同じ意味なんですよ。カップの7は、このままだと、 あれにしようか、これにしようか、いっぱいあって選べないよーっていうカードなんだけど、逆位置なので、あなたはそれを選ぶことができるって言われてるんですね。それがこのエネルギー、ソードの2なんですよ。これは A か B か2つの選択肢なんですけど、どちらかを決めるっていうカードなんですね。なので、この時期、天秤座満月あたりは C さん、 選択する、決断するっていうことが起きてくるんじゃないかなって思います。決断しちゃうと早いんですよ。ソードのナイトはビューンって、いけーって、進めーっていうカードなので、こっからは早いですね。決断しちゃうと早いです。いやーすごい。なんか、数回、通列。C さん、その選んだ後、 決めた後に、どういう展開が起きてくるのか、補足いただいていきましょう。オープン。<laughs> すごい。こんな並び初めてなんですけど。男性、男性、と。 塔のカードはタロットと違ってえ公共的な施設とか学校を意味しますね。何か C さんの周りの男性に関わることなんじゃないかなって思います。例えば、夫さん、パートナー、息子さん、ご家族や身の回りの方に関することなんじゃないかなって思いますね。えー、すごい男性。<laughs> 男性ばっかり出てすごいね。 切断した後の展開。はい。オープン。手紙。太陽。蛇。何かあるお知らせが来ることによって、今までとらわれていた、執着だった、例えば時間とかね、時間が拘束されていたとか、そういうことから、 C さんが解放されるよって言われています。この天秤座満月をきっかけに。そう。今までの執着されてた、囚われていた出来事から解放されるって言われてますね。明るい展開になっていきますよっていう。いいですね。アニマルオラクルからも一枚いただいていきまーす。C さんの天秤座満月。一枚。オープン コアラのスピリット。はい。35番。スピリットハザープラン。あ、創造主は計画を持っているんですよ。そう。今起きていること。まあこれからその満月以降に起きることで C さんがこれなんでこういう展開なのって思うことがあるかもしれないんですけど、それは創造主宇宙が もう計画通りに進行しているので大丈夫だよって言われています。大丈夫なんです。任せてください。心配しないでって言われてますね。では最後に C さんこちらお選びいただきましたカード。5番。ま、これね、えー、孤児とか孤独っていうカードなんですけど、今回の場合は C さんが新たな居場所を見つけるって 出ていますね。新たな居場所を見つける。塔のカードも出てるし、これが職場なのか、学校なのか、サークルなのか、習い事なのか、わからないんですけど、C さんの新たな居場所、居心地のいい居場所が見つかるよって言われています。いいですね。素敵な。 天秤座満月をお過ごしください。以上で C さんのリーディングを終わります。ご視聴いただきありがとうございました。少しでも温まっていると思う方は高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。